人妻出身だと騎手としてのキャリア積むのに苦労するって聞くけど、そんなに影響があるの？最近だと今村さんとかそれでかなり苦労してる。今村さんの親は競馬関係者じゃなかった？今村さんは思いっきり父が元騎手現役で競馬村外からやってきて上位まで行ったのは吉田兄弟とかと先も全く関係ないけど、中央来た時点ですでに実力を認知されてたので除外。政治家なんかと同じ。キャリアの基礎に家柄があるから戸様は本当に無理ゲー。そういうのなくて上の方のジョッキーになれた人ってすごい。KBR や後藤さんとかそうじゃなかった？田原さん言い切った。実家は競馬とは関わりのない家庭であったが、とあった。すごい。昔は弟子制度というか、調教師の人が騎手を育てるイメージがあるけど、今もなの？日本柳先生と子犬ちゃんの話は有名だね。今はあまり聞かない。日本柳さんどなたかと思ったらツイッターでよく見る加藤さんの先生だったのか。シリウス天球の話は聞いたことあった。教えてくれてありがとう。もっと喜べー。ことまるちゃんは公立高校、結構な進学校、中退して騎手になった。そこから G1 取るまで16年。岡部幸男さんもそうだった気がする。ものすごく苦労してたって話を聞いたことがある。だから競馬場に併設してる乗馬園はコネ作りに有浜中と松山と西村がここの少年団出身。影響めちゃくちゃある基本馬は人様のものだから、乗せてもらう、立場なんだそうである以上。競馬村外からステッキ一本でやってきました。てこより、君は〇〇くんの息子さんなのか。お父さんには僕の馬がお世話になったから乗せてあげよう。てこの方が絶対的に有利。地方と中央知らなかったと先。女性騎手なら今村騎手と長島騎手と上原騎手以外は全員戸様。地方の騎手とかはどうなのか？戸先と同期の森タイツとかそうじゃなかったけ？セルシェイクヤノさんとか関係なかった記憶がある。佐賀の飛騨は阿蘇出身で小中学生の頃はテコンドーで全国大会に出たりしてる。中学生の頃に佐賀競馬場に見に来て騎手志望になったとか。教官になったブッシーも存在の出身。名前が珍しいから三日本さんと同じ競馬村出身かと思ってた。付き合いのある知り合いのことどこの誰とも知れないことでどっちに優しくするかを考えたら自明。存在からやってきた騎手は師匠ガチャとかいうもんを引かされる村中で育った子はコンビのところに入れるけど、存在の子にそういうコネはない体制した騎手たちの中で大当たり引いたのがダユタカで外れ引いちゃったのが後藤。本当ならまず立東美穂ガチャがあるはずなのに立東行くのはコネ持ちばっかり。競馬村出身って言っても親が中央競馬か地方競馬かでまあまあ違う気がする。今は調教師やってる田中博康氏は、中学生の時にテレビでダービーを見たことをきっかけに騎手の道を、志して、中学3年生から乗馬を始めて、高校に通いながら競馬学校の受験勉強をしてたらしい。言うてスマホ事件で一番ヤバい通話してた聖奈ちゃんとタイガは競馬村の身内の子だよね。他の子たちは端末の申請を怠って自分の端末で騎乗馬の過去レース確認してただけで外部との接触はなかった。らしいし知らないと思って適当吹き込んでないか？三浦厚生も競馬村外の出身だもんね。三浦は師匠ガチャ外れなのか当たりなのかちょっとわからない。やらかしたことは外れなんだけど若手の時にあれだけ乗せてもらえたことは当たりと言っていいと思う。牧場生まれは競馬村扱いになる？育成にせよ生産にせよ外から見たら抗議ではそんないのやつ。SNS とかの荒れっぷりは村社会とはいえ中央村での効果はわからない。浜中騎手や松山騎手は一般家庭出身だけど E 級車に所属できた。松山騎手がいたいけど金尾厩舎はリーディング上位に入るような厩舎ではなかった。でも金尾先生が騎手育成にとても熱心だったのがとても良かった。多母的には池添騎手とつながりを持てたのもいい要素だったと思う。でも兄弟ともに戦勝を挙げた騎手は存在からやってきたってのが競馬の不思議。まあ隼人の方は兄がすでにブイブイ言わせてる時にやってきたから 100% コネなしってわけじゃなかったけど、美穂のブルボンで有名な小島貞弘元調教師もサラリーマン家庭、幼少期苦労しまくっててびっくりした。ずんこも競馬村の外の人。競馬村出身か田舎でやらかした時の周囲のカバーが違う気がする。竹騎手のマックイーン社交とか戸様の人間がやったらあっという間に干されてたと思う。なんでみゆき騎手はすでに成功到底とかしていた時代に立東入れたの？ C さんとかみたいに美穂にケチョンケチョンにされてた時代に立東来ましたではない。自分の子供が騎手になりたいと言い出したら悪いけどやめとけと言わざるを得ない。危険性を棚に上げてもコネ至上主義に近いこの村に裸一貫で行かせるのは抵抗しかない。下手すりゃ風俗の方がマシレベルだもんね。僕なら抵抗どころかぶん殴ってでも止める自信ある。
女性騎手に競馬村外出身者が多いのも、競馬村出身の親の多くは娘に騎手になってほしくはないからもありそう。ずんこの悲しきモンスターぶりを知ってるなら娘を競馬の世界に放り込もうとは思わないもんね。慣れ果てがずんこは。いやあれはあの人下ネタ適性がいかれてたのと心が強かったからあれで済んだだけとも言うけど。最近はともかくほんの少し前は完全に男社会だからね。しかも村社会まともな親なら絶対に外出す。今ならボッコボコに叩かれても文句言えないレベルだもんね。不謹慎だけど10年ちょっと早くて助かった。今話題を集めてる方の加藤調教師も競馬村外の人だったはず。現役でダービーありまかって調教師としてそれ以外はともかく海外 G1 勝利経験あって息子も前途有望な調教師。村外の人間としては破格レベルの成功者だから言い方あれだけど多少おふざけする余裕がある。村出身なのにあの扱いの大塚くんは。いきなり大手クラブ御用達の厩舎に入るのは大塚くんには荷が重すぎた気がする。今頼りのルメール離脱でピンチのキム鉄の厩舎だからね。まず美穂の時点でマイナス補正。さらにほぼほぼルメール一辺倒の厩舎でマイナス補正本人の腕も。うん。でまあイケイケ厩舎と裁判しちゃったらもう、頑張れとしか言えない。岩本さんは中学卒業後に働いてたけど競馬を見て自分に向いてるかもと思って弟子入り志願した行動力はすごい。さらにダービージョッキーになるしオペラ王管理するのもすごい。お花屋さんで働いてたという可愛い経歴持ちだよね。集団就職だから実際はそっちでもかなり苦労してると思うけど。競馬村外で割とちゃんとしてるパターンだと古川奈穂とかが該当する。親が確か海洋医だから最悪挫折しても公認。専門学校、親の病院で看護師あたりでなんとかなりそう。皮肉ではなく実家が超太くて好きなこと追い求められる羨ましい立場だね。師匠ガチャもやはぎなのがなんかもう天運を感じる持ってる子は持ってるね。醜いけど羨ましい。古川騎手はいい高校通ってたけど騎手になりたくてもう反対した両親説得して競馬学校に入ったみたいな。経緯があったはず裕福なのは羨ましいけど石の親説得してまで騎手になるのはすごいと思う。岩田父も競馬村外出身。実家の飲食店に来た関係者から、目指してみない?と誘われたらしい。ミユピーも競馬村外出身。経緯が一つでもずれてたら、他のスポーツ選手になってたかもしれない。岩田父のエピソードやっぱりコメディ。いろいろあったけど今の原くんはウィルソン乗せてもらえたり穴馬馬圏内にネジネジしたりですごくよくやれてる。ほんとドバイ4着はよく頑張ったと思う。馬主も元大学の理事長なだけあって若い騎手を積極的に乗せるスタンスらしいしこれからもどんどんブレイクさせていってほしい。競馬村外出身かつ師匠ガチャ外れたにもかかわらず、自力で頑張ってガチャ引き直した結果師匠ガチャ SSR 引いた原雄介。初めに会った時に乗せられないって言われた相手に助けを求めるの本気で手段を選んでられなかった感じある。そもそもなんで小宮山氏に相談したんだってところから。馬主ガチャも SSR 引いてるから原くんには頑張ってほしい。原くんの書いてたレポート意味あるのか。その時間で外球にでも乗りに行った方が技術的にも顔つなぎ的にも100倍増し。ないことはないかもしれないけどこんな量させる必要はないというか竹石北大獣医学部出身のガチインテリなのに。なんでこんな昭和のスパルタ地味たことやらせてるんだ。あんま言いたかないけどこれパワハラの上等手段。これ時々ガチインテリの人にある症状。自分はこれくらい若い時に気合でやり遂げたからこの子もやる気あるしこんくらいできるやろ。で善意半分自分基準半分でパワハラ級の仕事を振ってくる。時々というかガチインテリはもろに体育会系の世界。ああいう価値観は体を動かすから生まれるのではなく強烈な競争圧力から生まれてる。東大専門塾で一定以上の偏差値の高校の生徒しかいない鉄力会の勉強方法は、鬼のように課された宿題をこなしていくやつだった。宿題が終わらない奴らが学校の授業聞かずに鉄力会の宿題してた。竹石の勉強法がこのスタイルだったら教え子に同じことさせても不思議じゃない。100歩譲ってその勉強法が理にかなう業界があるとしても騎手は絶対にその中にはいない。まあレースごとに騎乗を振り返って改善点を見出すことをひたすら反復するのは最も効率のいい成長方法だし、一般家庭出身で競馬村外から来たがゆえに幼い頃からの騎乗量では絶対に劣る原騎手にとっても悪いものではなかったとは思う。問題は他の仕事もこなしながら年間500レース全部それをやることのできる能力がある人間はそんなにいない。